328の後継者となる348は89年のフランクフルトモーターショーでデビューした。348は328から全面的な変更を受けたモデルだけに構造的な変更も多く、その一つはボディ骨格が交換スペースフレームから一般的なモノコックボディになったことである。ミッドに置かれる V8 エンジンも328の横置きから縦置きに変更され、トランスミッションはエンジンの後方に横置きで配置された。フロントマスクは同時期に販売されていたテスタロッサに近いイメージを持つ。リアコンビランプは328の丸型4灯からテスタロッサと同じルーバー越しとなるものに変更された。ヘッドライトはリトラクタブルで、ポジションランプやウインカーはバンパーに配置される。リアコンビランプは上側がテールランプ、下側中央がブレーキランプだ。ボディサイドはテスタロッサと同じくフィンを持つ。348の社名は 3.4 リッター V8 エンジンを搭載することに由来。エンジンフードは排熱性も考慮した形状だ。ドアにはドアオープナーランプも装着される。純正ホイールはこの時代のフェラーリらしい5本スポーク。インテリアは比較的オーソドックスなデザインだ。メーター中央には油圧計、水温計が配置され、センターコンソールには油温計も装備される。トランスミッションは5速マニュアル、1速は左下でフェラーリ伝統のゲートも刻まれる。ウインカーとヘッドライトは別のレバーで操作する。シート後方には意外に広い荷物を置けるスペースを持つ。シートは座面調の調整も可能で、向かって右側に見えるパーキングブレーキは乗降性に配慮し可動式となっている。 V8 エンジンのバンク角は328と同じ90度。Whoa.